なことになってるかっていうと、やっぱり5年以内には裁判しなさいなんですよ。これ裁判所はどう言ってるかっていうと、NHK は裁判してまで受信料を取る組織なのって言ってるんですね。そもそも裁判してまで NHK の受信料って国民に無理やり払わせるものなんでしょうか。それは裁判所は決めることができないから、裁判されたらそれは法律のもとどっちかに分配あげなきゃいけないわけですよね。そうすると、まあ、契約の義務がある以上は支払いの義務があるでしょう。だから裁判所は払いなさい、訴えられた人に払いなさいっていうわけです。でもそこまでしてお金が欲しいんだったら5年以内にしなさい、5年経ったらそれは認めませんよっていうことで、5年を超えると勝てるっていうわけなんですよね。5年を超えて勝てるっていうのが名義変更でも使えるし、何よりも死亡した人が払ってくれないんだから、とっとと訴えれば裁判所から書類がいけば、あ、おじいちゃん死にましたとかって言えるわけでしょ。この中途半端な状態ですよね。5年以上も払ってない人に裁判をせずに放置してる NHK 側に問題がすごくあるんですよ。これみんなに対して裁判すればめちゃくちゃ公平になるでしょ。分担金なんだから NHK のお金、みんなが払えば一人当たりの単価安くなるのに放置してることに問題があるんですよ。 NHK をぶっ壊す。